2K12、2K12 クープ、ドバーカードビナーツァーチクープは、ソビエト連邦で開発された、自走式の中、低高度防空ミサイルシステム。NATO コードネームでは、SA-6 ゲインフル、モーカル、と呼ばれる。名称のクープ、とは、三乗の意味で、ミサイルを三発搭載することに由来する。本社は、地上部隊を敵航空機の攻撃から守る、中。 低高度を目標とする自走防空システムとして1958年に開発が始まった。車体は ASU-85 空挺戦車のコンポーネントを流用した早期式のと呼ばれるもので、ここに3発の 3M 旧地対空ミサイルを横一列に搭載したミサイルランチャーを搭載する。2P25 は同時代の対空戦車である10-23から、 4シルカでも使用される。3M9 地対空ミサイルは、一段式の固体ロケットラムジェット統合推進を搭載しており、機体後部に操縦翼、機体中ほどに大きめの安定翼を持ち、その隙間を埋めるように4機の空気取り入れ口が斜めに突き出している。弾頭は5 9ラムの高性能火薬で、最大有効射程は24000メートル、最大速度は、 M2.8 に達する。災害有効高度は12000メートルで、それ以上の高度は 2K11 クルーク、SA-4 がネフジ装置、対空ミサイルシステムなどが担当する。また、航空機搭載 ECM によるジャミング、電磁妨害への対策として、ある程度の ECM 体制を備えるとともに、レーダー波が届かなくなった時のために、画像誘導を可能にしている。 運用部隊は、通常4両の 2P25 自走発射機と、1両のアジーンエースジビノースターアジーンレーダー車、4両の 2T7 運搬、再装転用トラックにより構成される。2T7 トラックは、ジル -131 をベースとしたトラックで、予備ミサイル3発と積載用クレーンを搭載している。1S91 は、出力2 5ット。 操作範囲 75km の GH 対火機管制レーダーを搭載し、自走発射機が発射した 3M 級ミサイルをセミアクティブレーダー誘導で目標に誘導する。本社は1967年の革命記念パレードにおいて初めて一般に公開された。本社は他国にも輸出され、輸出型は ZRKSD2K12E クバドラートと呼ばれる。 ZRKSD は、四段自走対空ロケットシステムを表すロシア語の頭文字で、クバドラートは、ロシア語で、正方形のことである。本社が経験した最初にして、最大の実践は、1973年の第四次中東戦争である。ソ連から軍事援助を受けていたエジプトシリアの両国には、シルカと共に、大量の本社が送り込まれた。特に、 スエズ運河沿いのエジプト領内にはソ連の首都モスクワ周辺に匹敵する濃密な防空網が形成された。サダト政権下のエジプトはイスラエルに対し挑発的な演習で動員令を発動せたり、突然ソ連軍事顧問団を帰国させてソ連との不仲を思わせたりしてイスラエルを惑わせた。そして10月6日エジプトシリアの連合軍は突如イスラエルに侵攻した。 エジプトが仕掛けたブラフに惑わされ、突然の回戦に驚いたイスラエル国防軍、IDF だが、さすがに反応は早く、すぐさま、イスラエル空軍の海マイナス4ファントム2が反撃に、向かった。彼らは、これまでの戦闘で S-75 ドビナーや S-125 ネバーなどのソ連製サムに遭遇してきたが、それらは ECM によるジャミングに弱く、それほど脅威とみなされていなかった。 しかし、スエズ運河に差し掛かったイスラエル空軍機は、新型のミサイルに、既存の ECM が通用しないことを知って慌てた。また、3M9 には、ECM 装置自体を、ロックオンする能力があったため、旧式の ECM を作動させたイスラエル機に対しては、特に正確に飛んでいったという話もある。ミサイル軍の迎撃を生き延びた者は、こうした場合取るべき、唯一の行動。 すなわち低空を飛ぶことで、ミサイルの迎撃を避けようとした。が、彼らを待っていたのは、シルカが搭載する4連リ2 3ト、mm、ル機関砲が、発する猛烈な十字砲火であった。こうして、本社とシルカの防空コンプレックスにより、イスラエルは海戦初日に40機とも言われる、膨大な数の航空機を喪失した。だが、新型ミサイルの登場に対するイスラエルの反応は、 早かった。彼らはアメリカの力も借りつつ ECM 装置の回収によって対抗しようと試みた。またアメリカから大量の ECM ポッドが供与されると悲劇追率は低下した。一方、エジプトシリア側もソ連技術団がシステムの改良を続けいたちごっこの様相を呈した。そのためイスラエルは友軍機に発射されるミサイルの功績から 防空陣地の場所をありし、直接攻撃することまでした。戦闘終結までに、本社は20機、いくつかの資料によれば40機程度の航空機を撃墜した。その撃墜率は、だいたい2%程度と、決して目を見張るような数字ではない。これは、命中率が悪いというよりもミサイルを乱射した結果でもあり、ソ連の顧問は、機関銃のように撃ちまくると不満を述べている。 とはいえ、本社はこの数字以上にイスラエルに対し脅威を与えた。誘導レーダーには連続波を使用していたが、これはイスラエル機が搭載していたミサイル警報装置で探知できず、パイロットは目視によりミサイルを探さねばならなかった。ミサイルの機動性は向上したとはいえ戦闘機の軌道には及ばなかったが、ミサイルを避けるための軌道で燃料は消費され、また、 そうした軌道を行えるように兵器の搭載量は制限された。また、イスラエル機を低空に追い込むことで、シルカなどの近距離防空兵器による撃墜をサポートした。第四次中東戦争を通じ名を高めた本社は、その後も湾岸戦争、コソボ紛争などで使われた。この間にソ連は後継者を開発し、 機動防空システムとしての主役はそれらにとって変わられた現在でも第三諸国を中心にごく少数が使用されている模様である。なお、本社が経験した最後の実践は2003年のイラク戦争であり、共和国防衛隊などが使用した。2005年秋に中国の模型メーカーであるトランペッター社から1、35スケールで初のインジェクションキット、 プラモデルが発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。